皆さんこんにちは。絵画こと買取プロでございます、えー。こちらの作品は橋本画報ですね橋本画法のまあ代表作、えー、白雲工事という白い雲と少し。えー 赤字が入った紅葉した木というイメージですけれども明治23年の作品としてこれは実はまあ芸大美術館に収められている作品なんですけれどもまあ画法はまあいわゆるその江戸の伝統の絵画を学んだということですけれどもそれがこの半分に記されています。そしてまあ 岡倉天心はじめですね横山大観なんかも学びましたいわゆるそのインテの元祖岡倉天心の門下でですねそういった表現はこの上半分に。 両方ともその伝統の絵画とそれから革新的な日本画を生み出した岡倉天心の画風とこのまあ2つをうまく融合させてですね画法というのが生涯晩年に至るまで作品を発表していくわけですけども現在東京ビ術スクラブでも鑑定機関しっかりと鑑定もしておりますので私どもでお預けいただきましたらその鑑定も含めてきっちりと評価をさせていただきます橋本画法の作品お持ちでしたらぜひ私ども絵画コット買取プロに評価をさせていただきます。 させていただければと思います絵画コット買取プロインテン系の作家もお任せくださいこちらのフリーダイヤルまでお問い合わせをいただきますとオペレーター丁寧にご案内させていただいております画法の作品お持ちでしたらぜひ評価お待ちしております